はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでスミさんですね。はい、ブレイクキングのノンスポーツエディション、一発がでかいですね。はい、まあでもね、まあ普通のスポーツカーではまあ10分の1ぐらい普通にありますけどね。まあ家康の分ね、はい、まあ考えてもとは思います。はいまあ3割アップと消費税で4割アップみたいなイメージですもんね、要はね。なのでなかなか難しいとこですけどね。まあ消費税もまたね 15% とかね、いろいろ噂が出てますけど、買えるうちに買ってってことは何でもいいような気がします。はい、じゃあいきます。せーの、あ、上からジリライオン。スタートレック、この辺りはあのよくあのマスク職人の方がスタートレックすごい好きで、店長全然わかんないんだけど、あのスポック船長とかあの辺と映画以外、あのライアンさんのサイン出たらすごい喜んでましたけどね。レジェンドオブなんだということで、サインが2枚形式と思いきや、ちょっと1個気がついちゃいました。言わない方がいいね。はい、言わない方がいいね。言った方がいい。シールスターつながりどうなんですかね。いきます。あ、やっぱスターつながり。でもサイン2枚系だけどね。おお、ヤングハンソロ。お、全然ありだね。はい、グリーンだ。あれどこだっけ、20シリだ。おお、はい、スターつながりでした。ライアンさんも全然いいですけどね。はい、ああ悪くないですねいいですね。はい、まあ2枚系でもこうやって出るんですね。まあ結構ランダムなのかなっていう、まあこのシールで分かっちゃうのはちょっとあれですけどはい、ってことでね、スターつながりでよかったんじゃないでしょうか。はい、まあうん、面白いですね、確かに。こうやって上位陣、ほぼ上位陣かなっていう気はしますし、まあ大当たりもあるし、外れるときはやっぱあると思いますけど、まあ、そこは心のベケットでカバーして、はい、ということでね、またよろしくお願いします。ありがとうございました。